京都タワーから北に見る、左手の大井屋のある、施設一帯が、東本願寺、京都タワーから南に見る、南端部の少し先に、阪神高速8号京都線が概ね東西に、蛇行する。手前は、京都駅ビル、左端の建物は、京都アバンティ、烏丸今出川交差点1930年代の、烏丸通は、京都市の主要な南北の通りの一つ、今須作とも呼ばれる、表通りである。本来は、烏丸と読まれたが、発音便化を経て、音が脱落し、現在は、烏丸と読む、烏屋という公家もあるが、こちらは、烏丸家と読む、平安系の烏丸工事にあたる。北は、北大路バスターミナルの北側の今宮通まで、南は、京都駅で分断されるが、久世橋通りまで伸びている。北大路通以北を除いて4車線の道路である。1877年に京都駅が誕生した後、京都市三大事業の一つである街路拡幅により、駅正面の大通りとなったのは、行幸道路として拡幅されたためである。また、三大事業の一つとして、京都市電、烏丸線も敷設された。京都御所の西端を通り、京都駅を南北に交差するため、平安系の須作王子であった千本通に代わって、京都のメインストリートとなった。四条烏丸交差点周辺を中心として、烏丸通は京都のビジネス街とされ、多くの銀行や企業がある。なお、京都市電、烏丸線は1977年までに廃止されたが、後に道路下には京都市営地下鉄、烏丸線が敷設されている。また、京都駅より南側の八条通り以南は長らく細い道幅のままであったが、地下鉄、烏丸線の京都竹田間延伸工事に合わせて1988年に4車線に拡幅され、並行する竹田街道の混雑緩和に役立っている。国道としては、烏丸7条から烏丸5条までが、国道24号、烏丸5条から烏丸北大路までが、国道367号となっている。また、東本願寺の東側にあたる烏丸7条から、烏丸花屋町の区間は東に蛇行し、不明門通に重なるような線形をとっているが、これは、市電の線路を敷設する際に、東本願寺の門前が混雑するのを避けるために、迂回したもので、市電廃止後も線形は変化していない。御池通から四条通りまでの沿道は、路上喫煙等禁止区域に指定されている。1994年に読売新聞社選定の新日本街路樹100系の一つに選定されている。交差する道路などの突起がないものは指導。ありがとうございます。